ります。アドゥアがマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。バッターは中村。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。カープ同点で迎える4回です。いいボールでしたね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか。緩いボールできました。ここは決め球を厳しいコースに投げたいです。引っ張った、あっと強い当たり弾いた、ボールを拾ってアウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックス今宮、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返されてしまいました。打席には9番バッター谷川原。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。内へ低めに変化しました。バントしました。ファウルになりました。三振です。ツーアウトになっています。打順は1番に帰ります。バッター三森、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナー1、打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。2対2同点です。カープ4回裏の攻撃になります。5番バッター西川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。カープ同点で迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ボールになります。まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。いいところへ決まります。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。この球は外れています。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。なるほど。見逃して三振です。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。バッターボックスデイビー、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。東浜、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。バッターボックスには7番坂倉。
先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド決まっています。インサイド打ち上げました。ここはフライになっています。佐藤が掴んで3アウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。4回終了2対2同点です。小宮山さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開どのようなところがポイントになってきますか？そうですね、1球ごと打者の反応をしっかり観察してどのボールどのコースを狙っているか理解しなければいけませんね。打ちました。これはどうだ。取りました。アウト。ワンアウト。バッターボックスは3番柳田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。アドゥはまずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目。打ちました。サード取った。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。さあ、1塁に勝ち越しのランナーを許しています。バッターボックスには栗原。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。これが初球。走ってきませんね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。ピッチャー牽制がうまいですから。痛烈、センターへ抜ける。二塁はセーフ。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。完璧に捉えられてましたよね。さあ、カープ勝ち越しのランナーを背負った場面です。こういった時は制球が大事になってきますから、しっかりと集中したいですね。そうですよね。さあ、そのマウンド上のアドゥはこのピンチをどう切り抜けてくるのか。外角低めのストライク、すぐに追い込みました。変化球打った。切りました。ファウルボール。外の低め見極めます。外の球打った。ショート取った。そのまま二塁に入ってアウト。アウト。ダブルプレーで3アウト。勝ち越しのかかる場面でしたが、最後はダブルプレーで切り抜けました。そうですね、ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。勝ち越しのチャンスがあったソフトバンクですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対2同点です。西さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開どのようなところがポイントになってきますか？とにかくね、ミスをしないということですよね。ミスをした方が負ける、それもよく言われるところです。さあ、2球目は何か。スライダー外れます。
次が3球目。いいボールですね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。これが4球目。打った、これはどうか、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあカープ一打勝ち越しのチャンスです。ここで勝ち越してチームに勢いを与えたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには田村入っています。まずは簡単にストライクが来ました。次が2球目。送ってきた、左方向へ転がした、ピッチャー取った、一塁アウト、送りバント成功、ワンアウトランナー三塁。さあ初球は何か。まずは変化球から入りました。ここは前進守備ですね、まあ、やはり1点もやらないぞという守備体制ですね。うん、そのようです。3球目は何で来るか。センターへ、いいところに上がっている。さあバックホームするか。さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ、サードランナーホームイン、小園きっちりと犠牲フライを打ちました。リードを奪いました。さあご覧いただきましょう、犠牲フライで勝ち越しに成功しました。しっかり自分のタイミングで打ててますよね。犠牲フライによって勝ち越し点が入っています。打席には2番バッター野間。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。初球空振りです。低めのボール入りました。ノーボールツーストライク。ファウルになります。打ちました、流しました、レフトへ打球伸びる、佐藤が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。5回終わって3対2、カープが1点リードとなりました。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは初回一打先制のピンチ、4番栗原、甘い球をきっちり弾き返しました。カープ先手を取られます。3回の表ツーアウト1、2塁のピンチ、 DH カスティーヨ初球を叩いてタイムリー、カープ1点を追加されます。しかしカープすぐさま反撃、ワンアウトで1塁にランナーを置いて1番小園、甘く入った球を振り抜きました。カープ一振りで同点とします。チャンスの場面、最後はインコースを見逃し三振、勝ち越すことができません。4回の裏連続三振、思うように攻撃できません。5回の表ランナー一塁二塁のピンチだったんですが、
注文通りの内野ゲッツー、勝ち越しを許しません。裏の攻撃、得点圏には勝ち越しのランナー、1番小園、ここで犠牲フライ、カープ勝ち越しに成功しました。これから6回、ホークスは代打を送ります。バッターボックスには代打の上林。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。スライダー決まりました。これが3球目。低いところへ。